今日の調べてきましたはついつい無駄遣いをしてしまってお金がなかなかたまらないのよという方必見です <laughs> そんな方へ楽しく続くこんな節約術がありますずばりそう節約っていうとついついこう頑張るものなんかカリ,カリ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 しちゃうものというふうにあると思うので今回は「 楽しく続けていきながらゆるく節約していこうこんなちょっと新しい考え方をご紹介しますこの方法によって実はですね具体的にこのように節約をしたという方がいるんですはいちょっとお待ちくださいねはい、はい、何かはい貼り付けるものが、はい、少しですね貼り付けるものがあったんですがどこに行ったんだろうとなっておりましたはいそれだけ驚きの節約ですここい月にだい <laughs> 4万円節約しました4年間で200万円の貯金に成功したという方の実際の例です、はい、教えてくれたのはこの方です30代の主婦ミーさんですフルタイムの主婦で夫も30代娘1人と3人暮らしというみーさん サンキューという雑誌のブロガーをされていましてドラッグストアでご自身もフルタイムで働いていてもともとは浪費家だったんですが、ね、結婚を機に節約をし始めたよで4年間でおよそ200万円貯金できたよということなんですすごいんですでもこれが頑張らなくていい、ね、諦める節約術ということで何をどう諦めるのかこちらなんですまずは節約の王道水道光熱費なんですが。 水道のの出しししっっぱなし電気のつけっぱなな電気つけこれを諦諦めめようえ諦めるどういうことかといいますとううそれまでは夫が電気をつけっぱなしにしていた水道を出しっぱなしにしていたそれをねやめて、消してって言ったでしょ言ったら言ったでやめてくれないということでなかなかやらない夫にイライラしていた。うんうん うんすごく本当になんで夜寝るときにリビングのエアコンや電気を消さないの朝起きてリビングのドア開けたら涼しいみたいな人いないのにつける必要ないでしょってもったいないなんて言うんですかそういう時怒りますよねだってずっと言い続けてますけどねやっぱカリカリしてきちゃうじゃないですかしてますしてますということでみーさんはこうしましたこれを注意するのを諦めたそうです <え>それなんで節約になるの、はい、これによってみ、うん、ーさんなんと気分が楽になりました <laughs> まあまあまあそれはそうでしょうけども <laughs>、ね、めでたしめでたしいや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  <laughs> 節約には全く、ね、まだここではと節約になってないんですが、ええ、その代わりにこんなことをしましたということなんです、うん、節水のシャワーヘッドに変えました、はい、あともともとミーさんたちは食洗機を使っていたそうなんですが夜回すようになりましたこれ プランによっては夜だ間電力はい、うん、そのプランに変えて同じく使うんだけれども夜回すようにした、うん、エアコンも室温を管理するですから冷房であればちょっと高めに<ー>暖房であればちょっと低めに設定するこうしたことを続けたら月4000円結果的に節約できていたということ八代<わ>さんいかがでしょうか、えー、本当にこれ円も でできるんすかすごい節約シャワーヘッドってそんんなすごいだ70%ほどあの水道代が節約できるっていう初期投資としてはシャワーヘッドに関してはかかるかもしれないですけど同じことをしてるんだけどちょっと変えていくことでミーさんの場合月4000円あんまり頑張ってない確かに何度言っても治らないものはもう諦めて違うところで節約をしようという。 ことですねそうい,いそういうことなんです、分かってきていただけたでしょうか、うん、皆様、はい。続いて諦めるものはこちらです日常生活で欠かせないあれを諦めよう。買いい物<え>諦めませんか諦められないです給どういうことかと言いますとそれまでは、ミーさん1歳のお子さんを連れて買い物に行っていました。これは だ、ね、っこひもで1、うん、0キロの荷物を常に抱えながら、うん、重い水だったり、まあ、牛乳だったりを、まあね、本当に持ってっていうのは苦行です、うん、毎日本当に大変ですよね、大変です何よりもこれが苦しいこれをなんとかしたいという中で、みーさん、先ほどもお伝えしましたがドラッグストアで働いていて、うん、買い物する人たちの様子をじーっと見ていて気づいたことがあるそうなんです。 歩行距離イコールお買い上げ点数だつまり店内を歩いている時間の距離の長さのだけたくさん買ってるわねって気づいたということで買い物に行くことを諦めようやめよう<ー>、はい、代わりにこちら代わりにお買い物はほぼすべて。 ネットスーパーにしようというふうに変えたこれによってお買い物に行くという大変さをまずなくす、うん、じゃあたくさん買いすぎちゃわないっていうことで、ええ、こういうルールを決めたそうです週に1回5000円で買い物をするんだっても決めちゃってその中で買い物をする,なるほどだから行くたびに何か余計なものを買ってくるみたいなことがなく計画的に買い物ができるようになったそして行かなくてよくなったということなんですさらに お弁当や晩ご飯についてもこのように変えましたこれまではスーパーに行って買ったもの大変な思いをかして帰ってきてそこから手作りしていました、うん、これをやめて積極的にミールキットを利用してみようと<ー>、はい、これによってなんと。 月3千円から4千円節約できました、えー、ということ。ええー、でもミールキットってもう野菜が切ってあったりして炒めるだけっていう状態だから割高なイメージなんですけど。これミールキット、例えばコープなどのミールキットですと、まあチンジャオロースが三人分で1000円しないぐらいだったりするんですね。でそれぐらいの金額でまずミールキットがあるという前提のもと。 これみーさんねすごく大変な思いをして買い物していってで結果なんか無駄なものまで買ってきちゃって、うん、一から作ってたじゃないですかで大変だから時々外食に行ってしまっていた分<ー>かる分かるこの外食を減らすことが結果的にできたんですってミールキットおいしいからそうだからこれまで大変な思いをして手作りをするかお金がかかる外食をするかの二択だったのがはい、はい ちょっと高いだけのミールキットを使うことで結果的に安くなったってこれ八代さん実施こをしてみると発見ですよね。 いやすごく面白いなと思ったのはこれ本当気持ちの管理ですよね、うん、なんかそこのマネジメントがうまいなって思いましたで、それでちゃんと自分でデータで最終的にどっちが得かっていうところ検証してるところが素晴らしいですよね、うん、そんな客観的に言ってる場合じゃないんですけどでもこのようにすることで皆さんそうと思いますけど気持ちが楽になってきた、うん、時間にゆとりができてきたということでミ、うん、ーさんはこんなことができるようになったっていうんです浮いた時間で まずは日用品とは言ってもお薬などはドラッグストアに買いに行かなきゃいけない買いに行かなきゃいけないお買い物はポイント倍でいろんなドラッグストアにありますねここを日にちを決めて買いに行くさらにです先ほどもご紹介しましたけどやっぱポイントは歩行距離がお買い上げ点数になっちゃうのでちゃんと事前にメモを作ってもう必要なものは買わないもう一直線必要なものを買ったら帰るっていうふうにしたと。 さらに、クレジットカードも還元率のいいクレジットカードを使うことで買い物に行くときはポイントバイデーでザクザクねポイントのたまるクレジットカードでザクザクたまったポイントで次お買い物しましょうねというふうにしていったということなんですさらに携帯の料金もキャリアスマホまあ大手のキャリアから格安スマホこれ以前のね調,べてでも調べてきまし,たでもご紹介しましたがプランを見直してみましょうとほんとちょっと安くなります。 さらに保険を見直しましまた自動車保険ですとか生命保険ですとかこういったものも、まあ、同じくプランを見直すことで安くできましたと心に余裕があるからこういうのって見直そうと思ってもなかなかできないじゃないですか分かってるのにできないっていうのありますよ、ね、うやろうかなやろうかなって言って1年2年3年経ってるものだ諦めたことでできた心と時間の余裕で取り組んでみましょうということなんです。なるほど さあこのようにいろいろなことを諦めることで成果を出してきたミーさんなんですが実はこれだけは諦めなかったというものがありましたなんだこの後は唯一諦めなかったものは何なのか月一度の我慢しないイライラしない楽しく続けられる諦めるゆる節約をお伝えしていますいろんなことを諦めることで心に時間に余裕を持たせてきたミーさんただ一つだけ諦めなかったことがあります、うん、それが 夫の協力わお、わお、ユイさん過決 <laughs> <ー>ね協力しなきゃしおりさん口開いてますよ大丈夫ですかやンショーさんこれ協力って言ってる時点でどうなんだって思いませんか <laughs> 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 あそこわかりますあの、うん、両方とも主体でなければいけませんよねそう,うそうしたいっていうことでとはいえシャワー出しっぱなしだった夫にどう協力してもらったのかさせたのかミーさんこうしました これまでご説明した感じで節約で浮いたお金があります。その浮いたお金を夫のお小遣いにしました。協力してくれてありがとう。うこれによって夫も、えー、ああそっか自分も頑張れば好きなものが買えるんだということで<ま> <laughs> 家計の当事者意識が高まった。<ー>結果的にこちら。次も節約しようというふうにお互いが楽しくやれるようになったということで今はこちら。みいさん夫婦。月に一回。 家計のミーティングを行っているそううわお一番嫌な時間た <laughs> だこうした家計管理を例えば今までミーさんの絵では妻のお仕事だったの夫婦の仕事に変わりました、うん、で月々使うお金っていうのが見えてきたことで、うん、あれこれにはちょっと無駄なお金あるなとかこうしたらもっとよく使えるんじゃないっていうふうな話し合いができるようになった。 いや、本当に上手にこう手の上で転がすのって大事だなって、改めて思いましたね、<laughs> うん、当事者意識、社長、うん、と持つこと、大事ですね。ね八代さん、いかがでしょう、こうした考え方といいますかね、取り組み方、うん。いや、本当に感心しました、これあの、モチベーションのマネジメントとかね、なんかそう、夫婦の中でのマネジメントにも絡んできますよね、それとともにお金の、まあ、ライフプラン、マネープランでもある。 っていうところで、いや本当素晴らしいですね。これで本を一冊書けますよねこの方は、うん。そうなんです。書いてるんですか、うん。そうなんです。こういうものをまあ発信してこられる。はい。<ー>なのでまあ節約というとこうカリカリ疲れる大変なものじゃないんだよと、まあこれまでの生活を少し変えるだけで時間にも心にも余裕がゆとりができて結果としたらあれお金が貯まっていたわねという節約術。諦めるゆる節約一度チャレンジしてみてはいかがでしょう。